せてくれ。なんだこりゃ、滝が凍ってるぞ。カチカチに凍ってて、攻撃したとしてもびくともしない感じね。さっき見つけたアイテム、あれを試してみてもいいかな。試してみる価値はありそうだな。どうだ。なるほど、試してみるか。クライン、よっしゃ、この熱いのを投げ込んでみるぜ。それじゃあ行くぞ。はい、せい。やっぱり滝を溶かすためのアイテムだったんだね。見て、滝の裏に遺跡があるよ。ああ、行ってみるか。よかったぞ。これで決めてやる。これで決めてやる。これで決めて。頼もしいな。どんな、この調子で行こうぜ。はあ、これで切れるわ。キリトさん、どうしたんですか？複数のプレイヤーが
こっちに近づいてくるぞ。もしかしてそれってスメラギたちが追いついてきているらしい。スメラギ、スプリガンのキリト、なかなかやるようだな貴様らも。また会えたな。この前約束したデュエルをしようぜ。キリト君、今はダンジョン攻略中だぞ。今はどちらが先にこのダンジョンを攻略できるか。だけどさ、目の前に強いプレイヤーがいるんだぜ。戦いたくなるのは当然じゃないか。わからんやつだ。そんなに戦いたいのなら、なかなか腕が立つようだな。まだ決着はついていないぞ。その実力と気概は認めてやる。だが今はダンジョン攻略が優先だ。我々だけど、さっきも言ったが、ダンジョン攻略で我々と勝負すればいいだろう。キリタ君、お前はレイン、嘘つきレインじゃないか。え？あ、いや、参ったな。どういうことだ。レインはシャムロックの奴らと知り合いなのか。それに嘘つきって。なるほどな。お前がこいつらを手引きしていたということか。どういうことだレイン。少し前、彼女は嘘をついてメンバーを騙しシャムロックに加入した。しかし嘘が発覚しギルドを追い出された。だがギルド脱退後も登録解除までのタイムラグを利用して情報を得ていたというわけだ。いやいや、バレちゃ仕方ないねレイン。ごめんねキリト君、攻略合戦に水を差しちゃってさ。まあ姑息ではあるが、これも攻略手段の一つ。潜り込まれた俺たちに落ち度があったのも事実だろう。言いたいことは分かった。俺たちは一旦この場を引くことにする。だからレインに関しては見逃してもらえないか。見逃すも何もない。さっきから俺はこういうやり方もありだと認めている。だが貴様が勝負を投げるのなら仕方ない。これで俺たちがまた一つ新エリアの踏破に近づくというだけだ。さあ、用が終わったなら早く去れ。さあレイン、一緒に行こう。一度町に帰ろう。みんな、今話した通りだ。彼女にたとえどんな意図があったとしても俺はレインを責めるつもりはない。だからみんなも許してやってくれないか。私は納得できないわ。シノ、いくら相手が許してくれたとしても、そこまでした理由は何だったのか知る必要があるでしょう。まずそれを教えなさいよ。それは、待ってくれシノン。せっかくあの世界から抜け出せて、こうしてみんなで仲良く、今度こそ本当に楽しくゲームが遊べるって思ってたのに、私は変なしこりを抱えたままプレイはしたくないわ。ごめんなさい。私が悪かったの。
私みんなの周りをうろちょろしないから。だからこれ以上友達同士で喧嘩をするのはごめん。私はレイン、ちょっと席を外してくれないか。うん。みんな気を悪くさせちゃったな。俺からも謝るよ。でも俺はレインを信じる。あいつには何か事情があるんだ。別にシノンさんに賛同するわけじゃねえけどよ、どんな事情があったとしてもギルドの内部情報を勝手に使うのはモラルに欠けるんじゃねえか。確かにレインが嘘をついてシャムロックに入ろうとしたのは事実みたいだけど、俺は当時のギルド登録データを使って内部情報を入手していたというのは何かの勘違いで、実は違うんじゃないかと思ってる。ん？はい、私もそう思います。ギルド脱退後は登録情報も強制消去され、シャムロックの動向の入手は不可能です。それなのにレインは否定しなかった。きっとお面をかぶってでも何かを隠し通したかったに違いないんだ。じゃあどうしてシャムロックの情報を？そもそもあの子が隠してることって一体何なの？それはわからない。でもあいつにとってはすごく大切な何かで。みんな冷静になりましょう。私たちはあの SAO 事件を乗り越えてきたのよ。それに比べればこんな問題大したことないでしょ。まあそうかもな。もうちょっと冷静になれってことだな。俺たちは純粋にゲームを楽しんでんだ。シノン、そんな顔しないでよキリト。私はこの世界で楽しく遊びたかったから、それが壊されるんじゃないかって少し不安に思っただけ。みんなありがとう。レインのことは少し俺に任せてくれ。きっとあいつには何か目的があるんだ。わかった、キリト君に任せるよ。私たちは今まで通りスバルトエリアの攻略を進めよう。そうね。二人とも何話してるんだ？あ、キリト君。キリトさん、ちょうどよかった。今シリカちゃんから開かずの扉の話を聞いてたんだ。開かずの扉？聞いたことないな。シリカ、詳しく教えてくれるか？はい、それじゃあお話ししますね。実は先日氷山地帯で氷に閉ざされた扉が発見されたそうなんです。周りに強い敵がいるわけではないので扉まで行くこと自体は難しくないらしいのですが、どうしてもその氷を溶かす方法がわからないみたいで先に進むことができないんだとか。へえ、扉の先は前人未到のエリアか。キリト君ったら嬉しそうな顔しちゃって。 あれそんな顔してたか。新しい攻略には目がないですもんね、キリトさん。そうだ、せっかくだしこれからその扉を調べに行かない？あ、いいですね。お二人がお暇ならぜひ。もちろんいいよ。それじゃあ早速行ってみるか。そうしよう。楽しみだね。さて、問題の扉の前まで来たわけだが、確かに力ずくでどうにかできるものじゃないな。そうだね、何か仕掛けがあるって考えてまず間違いはないと思うけど、少し調べてみましょうか。ああ、そうしよう。あ、何か見つけたか？二人とも見て、この扉よく見たら表面に何か書いてあるみたい。あ、本当ですね。
鳥のせいでかなり見づらいですけど。それがこの扉を開けるヒントでまず間違いなさそうだな。どれどれ、妖精族のカイナを広げもう抱かん、思いし心ささやけば扉開かれ。肝心なところがわからないね。何を示してるのかな。これだけじゃ情報が足りないな。何か他に手がかりがあればいいんだが。いえ、私なんとなく分かった気がします。え、シリカちゃん本当に。これは多分、抱き合って思いの竹をささやけば扉が開くってことなんじゃないでしょうか。いや、シリカ、それはさすがにないんじゃないか。そうだよ、シリカちゃん。確かにそんな言葉のかけらはあるけど、そのままの意味じゃない気がするな。そうでしょうか。でも、試す価値はあると思います。本当の気持ちをささやく。それができるプレイヤーがいなくて、今まで扉は開かれなかった。そう考えることはできないでしょうか。まあ、試す価値がないでもないか。それじゃあ、試しにやってみるか。はい、やってみましょう。とは言っても、どんなことを言えばいいのかな。思いし心ですから、相手を思う気持ちがあれば、どんなささやきでもいいんじゃないでしょうか。あの、もしよければ私からキリトさんへの思いで試させてもらえませんか。あ、うん、たいはないんです。もちろんキリトさんにはアスナさんがいるっていうのは分かってますよ。シリカ、やだな、何言ってるの。でも私もキリトさんにはいつもお世話になってて、感謝の気持ちは本物だから。お願いです、やらせてください。もうシリカちゃんたら。分かったよ。うん、そんな風に言われたら断れないよ。ありがとうございます。シリカちゃんの気持ちちゃんと受け止めてあげないとダメだからね。ああ、分かってる。それじゃあおいで。いつも私たちのこと守ってくれて、私もこれからも一生懸命キリトさんのお役に立ちますから。だからこれからもたくさん一緒に冒険してくださいね。ありがとう、シリカ。俺もシリカがいてくれていつも助かってるよ。これからもよろしくな。何も起きないみたいね。そうみたいだな。シリカ？ごめんなさい。いつまでもくっついたままで。やっぱり私じゃダメみたいですね。そもそもの条件が違うんじゃないか？いえ、まだわかりません。思いの丈が足りなかったのかも。そうだ、お互いを思い合う気持ち、わかりました。ここはキリトさんとアスナさんの愛の力じゃないと開かないんですよ。きっとそうです。愛の力？そうです、それがわかれば善は急げですよ。シリカ、本当にこれで扉が開くのか？きっと開きますよ。お二人ほど素敵なカップルはいませんもん。私、後ろを向いてますから。
そうだね、わかった。シリカちゃんが頑張ってくれたのにここで諦めちゃダメだよね。キリト君、行くよ。仕方ない、わかった、やろう。キリト君、愛してます。これからもずっとキリト君の隣にいたいな。俺もだよ、アスナ。これからも絶対手を離さないから。キリト君。そうだな、ほらシリカ、やっぱり条件が違うんだよ。こんなにロマンティックなお二人のささやきでも扉が開かないなんて。シリカちゃん顔真っ赤よ。アスナさんも真っ赤です。自分で告白するのもお二人のを聞いているのも恥ずかしかったです。俺も久々に精神力を削られた気持ちだよ。なんだか疲れたな。今日のところは一度町に戻らないか。うん、そうだね、そうしよう。わかりました、そうしましょう。ねえねえキリト君、シリカちゃん、MMO トゥモロー ALO の攻略記事か。どれどれ。やっぱりあれ全然違う条件があったみたいでね。なるほど、あの扉のすぐそばに雪に埋もれた妖精のレリーフがあったみたいだな。そうなんですか、全然気がつかなかった。クリアされてないクエストだったし、うまく隠されてたのかもしれないね。その妖精のレリーフの手に愛の歌ってアイテムをはめ込めばクリアだったらしい。囁くのは自分たちの思いじゃなかったみたいだね。だな、なかなかの恥ずかしい体験だったな。ごめんなさい。仕方ないよ、こんなこともあるよね。でも次からは慎重に行こう。そうですね。さあ気を取り直して新しいクエストでも探そうか。